はい、皆さん、じゃあ、とりあえずね、ウィニングポストで2012やっていこうかなと思います。一応ね、2022年4月1日から、前回ね、動画で、終わったんですけどね、なんと4月1日までね、プライベートで動画、動画っていうか、出た回しました。で、結局どうなったか出ますね。課金システム、なんか、オスミスかなんかの選択選べれるよっていう、なんか、その、チケット制があって、そのチケットね、30枚分買いました。で、今後ね、一応本当にこのまでがどうしてもここ性別用でっていう時はね、そのままをね、生ませるようにしました。で、もしかしたらですけどね、オペラ王とか多分、あの時引退してたと思うんですよ。オペラ王とか、ドバイミリアムとか、モンジュとか。でもね、ちょっとなんとかね、引退しない子たちっていうのがいますんでね。例えばなんですけど、こいつとか。こいつなんか多分典型的にね、首切っておったと思うんですよ。こいつ、このゴミ。このゴミなんかもね、まあ一応、なんだかんだね、走ってますんで。そうですね、サンクとしてはまあどうなるか微妙ですけど、まあ、うちで持つことはないと思うんで、まあ、ジノフォンテはね、このうちで、米国産食になるから売るかなと思いますんでね。そんなところかなと思います。で、一応ね、買ってる洋服っていうのも、ちらほらちょっとね、違うと思いますんで。そうですね。一応多分名前をついてる子だけで、選択しますと。一応こんな感じで、まあ、金亀とか、シーキングザダイヤ。まあ、シーキングザダイヤはうちの子か。普通多分そうです。うちの子ですね。この辺のね、競りで買った子たちっても、もしかしているか。まあ、普通にね、個人的に買った子たちでもね、いますんで。うん、そうですね。一応多分ね、ブラックタイドに関してはね、競りで買ったはずなんだよな。あ、そうですね。一応国内競りって書いてありますね。だから、ブラックタイドと、当選状。こういったに関してはね、競りで買ってますんで、一応ね、今後ね、まあ、なんとか、またね、まあ、参考ね、買う可能性も出てきますんでね。まあ、一応今ね、虹の重みが1個ありますんでね、参考ね、買っていきたいかなと思いますね。ただ、1個だけ面白いことに、これなんてね、うちの、まあ、オギディファに、評価がかかるんですよ。まあ、ちなみに、ちゃんとできました。版画にね、まあ、こういう、変なこと言いますけど、ケットコーナーですね。父クラスワンダ、母オギディファに、そのオギディファ2002の、なんてね、金髪ね。まあ、ちょっと毛色がね、違うんですけど、さすがにごめんなさい、毛色までは無理。というわけでね、一応この子はね、大事にうちの方で、知っていきたいから、ちなみにお母ちゃんって実際あいつは何色なんだちょそこ知らないんだよな。お母ちゃんになったことないんで。俺がどこ会ったことあるのってね、四男と長女だっけかな。あいつ三男だっけ四男だっけ多分三男が四男に会ったことあるんですよ。ごめんなさい、四男だったわ。四男と、そうですね、四男と、長女だけですね、俺が会ったことの。ちなみにお母ちゃんの毛色はお母ちゃんの毛色は実際は影ですね。今回ちょっとこれ青影になってるんですけど、これはね、しょうがないんで、ここは目つぶってください。申し訳ないです。ここまでやっちゃうと本当に無理だったんで、ごめんなさいねっていう感じでございますと。で、一応ね、なんとすごいことに、ね、評価額だからね、オギディファニーとディープインパクト。なんとね、同じ評価額ということで、ね、まあ、今回ディープインパクト買っていこうかなと思います。購入と。あ、無理。いつまで？あ、5月いこうか。OK。15月まで待ちましょうか。じゃあとりあえずね、今週から大阪ハイデーとかいろいろありますんでね。まあ、一応現状のはこんな感じですかね。まあ、ドバイミレーのモンジュー人にまだまだなんとかいますんで。ただね、これね、モンジューとドバイミレーのとオペラ王って、加工気味って言われてるのがちょっと今年無理やり1難知らしてるんで、モンジューめちゃくちゃ派手に負けたんですよ。現状こんな感じですね。ペガサスワールドカップ普通に負け、ドバイシム苦しく、まあ、普通に負けという感じで、ちょっともしかしたらモンジューはね、今年早々早期離脱って可能性が出てきますんで、ちょこの辺はね、気をつけながら、見ていきたいかなと思います。あとは、そうっすね、モンジュはね、今のところ、ちょっとこちらもね、うちのマタに負け始めてまるんで、あ、モンジュじゃねえ、ドバイミニアムがね、ちょっとゾーンがって微妙なんですよね。一応ね、東京大賞典、まあ普通に負け、中華チャンピオンズカップも普通に負けと。一応このね、12月1日、12月4日、そのなんと勝ったのがね、こいつなんですよね。あいつどこにいたっけ多分、放牧いっちゃったね、こいつっすね。なんとね、東京大賞典、中京は別の子かちょっと探すか。ちょっと中京誰かわかんねえんだな、俺も。なんか、はちゃめちゃにやった影響でね、完全に事故ってるんですよね。ちなみに、ゴールダリールも負けてます。まさかね、ガリューセックス、まあ、休み明けに一発使ったら、なんかね、うちの子たちに手渡しで負けてますんで、結構面白いんですよね、現状は。誰だっけな。あれこれ大箇所後藤だしいけんの。一応こいつ自身がそうね、ここ賞金加算したいんで一応忘れなしょ、忘れなくそ、あ、これだ、同じ人になっちゃうのか。だったらサツキショウ行くか。サツキショウだったら多分そんなにいないはずなんで、
今まで、お菓子を出れたら、まあ、回避もしようかな、最悪は。初期的に竹は、まあまあ大丈夫そうか。まあそんな感じなんで、現状。結構面白いんですよね。あれ、でも誰だ？もしかしてあいつか？なんかすげえ気になるんだよ、誰が中京買ったか。あのドバイミリーン任してますからね。こっちでも書いてねえんだよな。まあでも一応ね、ドバイと、ペガサスワールドカップと、あとね、2月4日のね、なんだっけな、名前忘れた。2月4日のサウジカップか。一応サウジカップとね、うちのも勝ってますんで、黒船がえれえ賞金になってます。あいつ多分ね、本当は3歳の時に引退してるんで、本当は4歳児の、ね、賞金って一切あのかないんで、賞金額的にはなんかめちゃくちゃ少ない競争なんですけど、ただめちゃくちゃすごいことになってます。なんと、本賞金はですね、29億ですね、その賞金が。まあ、19戦17勝。そして負けたのがたったこれですからね。負けたのがジャパンカップ。まあ、しばらしたらちょっと、ね、200足りなかったせいで今2着と。あとは、ウッドドースね。まあ、ダートの、まあ、休み明け1本使ったら、完全にコッパ道に負けましたという感じで、まあ、もう一回ね、0.1% の、黒船ですね。一応今年もね、ダートメイン、ごめん、お前外戦文書無理だ。まさかお前外戦文書じゃから登録されるんだ。後で返しとくか。ちょっとそういう感じにしますんでね。まあ、とりあえず進んでいきましょうか。無駄話なんで。一応ね、今年オギティファニーの2位の時は、うちのね、日本でちゃんと確実に持ちますんで、まあ、その分ね、結構うちの日本がね、手持ち少なくなっちゃうんで、まあ、その辺はね、どうにか、ごまかしながら、行きたいかなというところですかね。で、なんとかね、本当に、着順ダメな子。で、遅めの子に関してはね、米国王室ともに、まあ、長距離放牧出してますんで、まあ、うちの牧場なので、まあ、ビシッと鍛えてもらえたら、いいかなっていうところで、出しております。って言ってますかね。その辺はね、もう、じゃんじゃん飛ばしていくしかないんだよな。今年1年ね、首伸びましたんで、今年1年首伸びましたって言い方でしたけど、まあそうですね、オペラたちみんないますんでね。3番人気取られた感じか。ああ、エアシャカールね。なるほど、あいつの車ねえか。ちなみにね、去年オペラをね、アキコバさんが取りこぼしたんですよ。あいつ誰に取りこぼされたっけな。結局、うちの前に友達したら、完膚なきまでに負けたんですよ。あれ、誰買ったっけ。ちょっと待って、一応確認するか。あ、一応、お菓子を後藤出しできるんだ。魔界ビリーバーってでも1600できてあんのかな。多分上な気がするんですよね。どうしましょうかね。まあ一応2700もあるんで、まあ、サツキ将棋できないんですよね。まあ、むしろこの子に関してはね、万全なんで、まあ2年後には、まあそれこそメルボルンカフとか買ってくれたんで、ちょっと魔界ビリーバー一回、除外しましょうか。天山星座、時速一応芝にして、結構開くんだ。まあ、もう一本じゃ使うか。5月の、そうですね、まあ真ん中あたりでもう一本使えたら、ありがてえな。天山星座、天山星座、しゃがれた方が早いな。そうですね、9週間後なんで、5月のこの辺の芝2000。これ、あ、ちょっと馬場状態気にすると、でもこっちの方がいいか。あ、これでもいいですかね。もう賞金少ないですけど。まあ、ローテーションには3週後中後になるんで。ただ短期で放牧出して。で、オペラを誰に負けたっけ。めちゃくちゃ気になるんだよな。確か2頭出ししてカンプラにまで負けたんだよな。有馬記念書いてねえか。あれ誰だっけな。それこそ黒船か、ガリレオだっけ。いや、黒船違うな。これすげえな。ドバイワールドカップ買ってんだ。化け物じゃん。さらって言うけど化け物じゃん。ガリレオは香港系か。あれ俺誰に任されたっけ。なんかもう完全に覚えてないんで申し訳ないですけど。
全くわからん。あれ、そういや、ロックオブジブラルタル、あいつどこ行った？ロックオブジブラルタル、あったあったあった。あ、一応、ニュージャンドル結婚したっけのか。よかった。